どうもお久しぶりです、ポールです。今回はグランプリシリーズスケートアメリカ男子シングルの感想についてお話ししていこうと思います。昨年はですね、スケート自体あまりちゃんと見れていなかったこともあって動画も全然出せていなかったんですけれども、今年はですね、グランプリシリーズをはじめとして他の大会もいろいろ追っていければと思っております。なかなか試合後すぐに動画を投稿するという感じにはいかないかもしれないんですけれども、よろしければお時間ある時にラジオ代わりにお楽しみいただければと思います。まずは男子シングル最終結果について見ていきましょう。1位がイリア・マリニン選手、2位がケビン・エイモズ選手、3位三浦佳生選手ということで、三浦選手怪我ということで、なかなか今大会苦しい状況ではあったと思うんですけれども、なんとか3位表彰台に上ってくれました。その他日本からは島田幸四郎選手と吉岡望選手が出場していたんですけれども、島田選手が総合6位、吉岡選手が総合8位という結果になっております。この後は今大会トップ3の選手、出場していた日本人選手、その他気になった選手についていろいろ語っていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずは今大会優勝したイリア・マリニン選手、ショートプログラムについては、今シーズンですね、フリップとルッツの4回転を2種類組み込む構成で挑んできているんですけれども、今大会は冒頭の4回転フリップでステップアウト、ただその後のトリプルアクセルすごく高さありましたし、4回転ルッツからのコンビネーションはいい意味で力感を感じないと言いますか、すごく軽やかに4回転3回転あっさり飛んでしまったなというような感じで、ここはすごく大きなポイントになったジャンプだったと思います。個人的な印象なんですけれども、昨シーズンのショートプログラムよりも、マリニン選手に合ってるというか、昨シーズンというより、これまでの中でもトップクラスでマリニン選手の表現力というか、スケートの伸びやかさっていうのがすごく際立ついいプログラムなんじゃないかなと、ショートプログラムを見て改めて感じた次第ですね。フリースケーティングなんですけれども、ショートで失敗した4回転フリップを綺麗に着氷したところから始まって、で、その後トリプルアクセルで3本目に飛んだ4回転ルッツはすげー高い4回転ルッツっていうよりかは、あっさり決めたジャンプだったなというような印象があるんですけれども、その後からですね、4回転ループのところが2回転に抜けてしまったり、あとは後半のトリプルルッツが、多分もともとトリプル予定だったと思うんですけど、勢い余る感じになって、で3連続にならずみたいな感じで、2つミス続いたんですけれども、その後は4回転3回転綺麗に決めましたし、最後のジャンプで4回転サルコーからトリプルアクセルのジャンプシークエンス、ここはあまりにもあっさり成功させて結構度肝抜かれたんですけれども、評価としてはね、4回転サルコーで、クォーターの反転になってしまって、GOE で若干減点はついたものの、プログラムの一番最後で、こんな難しいジャンプをあっさりと成功させれるマリニン選手の技術力に、改めて脱帽したといった感じでございます。さらにはですね、今期からプログラムで禁止技ではなくなったバックフリップもコレオシーケンスの時にしっかり入れてきまして、ちょっと話それますけど、バックフリップって結構使いどころの難しいエレメンツだとは思うんですけれども、マリニン選手は結構ね、効果的にバックフリップを組み込んでるなという印象を受けました。マリニン選手については、もちろんね、4回転アクセル飛べたりとか、4回転ルッツからの3連続が入ったりということで、もちろんまだまだマックス構成ではないですし、シーズンの前半戦ということを考えると言い方あれですけれども、鳴らし走行みたいな感じの演技にはなってるのかなとは思うんですけれども、それでもね、ミスがありながらも290点っていうスコアを叩き出せるっていうところで、改めて、この選手の強さっていうところを感じた今大会でもあったかと思います。続きまして2位のケビン・エイモズ選手、間違いなく今大会の主役だったんじゃないかと思っております。ショートプログラムなんですけれども、最初のコンビネーションですね、4-3 のところが、最初のジャンプで体勢崩れて 4-2 にはなったんですけれども、しっかりそこは4回転2回転として着氷できましたし、その他もね、ジャンプ自体はほとんど危なげなく着氷できたというふうに思うんですけども、ジャンプ云々っていうよりかは、そもそもの話、そのスタートから最後まで爆笑止まんなかったんですよね。すごいキャラ濃いなと思いながら、エイモズ選手のショートプログラムを楽しんで見ておりました。フリーに関しては、ショートももちろんそうだったんですけれども、本当に素晴らしい演技で、圧巻のフリースケーティングと言っていいんじゃないでしょうか。もちろんね、冒頭の4回転2本綺麗に決まって、でその後のジャンプもほとんど危なげなく着氷できたっていうのももちろんそうなんですけれども、とにかくですね、演技全体通してエイモズ選手にしかできない動きというか、エイモズ選手しかやらないような動き、ムーブメントっていうのが随所に散りばめられて
ておりまして、まあ、例えば2回目の4回転トーループを降りた後にすごい体勢のままこう一時停止というか止まるっていうところがあったんですけれども、ああいうムーブメントができるのってもう本当に世界中探してもエーモズ選手しかいてないんじゃないかっていうぐらい、なんだろう、独創性あふれる演技っていうところを見せつけられたなというような感じがいたします。まあ、エイモズ選手についても、まあ、結構怪我で苦しんできた印象があって、なんか今季だったっけ、今年の最初だったっけ、まあ怪我がありましてみたいな話を、小耳に挟んではいたんですけれども、なんかそういったところを一切感じられないような、そういった素晴らしい演技を今大会見ることができて本当に良かったと思います。続きまして3位、三浦佳生選手。まあ、三浦選手も今大会ショートの前からすでに怪我の情報が出回っていて、まあ、かなり大丈夫かなみたいな感じにはなっていたかと思うんですけれども、本当にショートプログラムそれを感じさせないジャンプをしっかりと3本揃えてきてくれました。トリプルアクセルもね、綺麗に決まったと思ったんですけれども、まあ、判定見るとクォーターついてしまって、そこが大きな要因として、まあ、ギリギリ100点乗らないっていうようなスコアにはなったんですけれども、まあ、おそらく本人の状態からすると上出来以上のいい演技が見せられたんじゃないかと思います。フリースケーティングについてもジャンプ自体は、まあ、もちろんややこらえ気味というか、耐えるようなジャンプが、まあ、ちょくちょくあって、回転不足になってしまったジャンプも、まあ、ところどころ見受けられはしたんですけれども、ショートの時と同様に万全な状態ではない中でやるべきことはしっかりやれた演技だったかなというふうには思います。まあ、まだまだね、グランプリシリーズ、まあ、今大会3位に入ったということもありますし、ファイナルに向けての望みも全然つないでいますんで、まあ、とにかくね、まずは体をしっかり治した上で、まあ、次戦に臨んでいただければと思う次第でございます。で、続きまして4位に入ったニカ・エカゼ選手ですね。まずショートプログラムに関しては、まあ、ジャンプ3本とも全部クリーンに入りました。なんかニカ選手、なんか勝手なイメージなんですけれども、これまで4回転2本しっかり成功させた後のトリプルアクセルって結構乱れがちというか、なんかだいぶ不安要素に感じているんじゃないかなみたいなところはあったんですけれども、まあ、今回はね、ショートプログラム3本ともにクリーンなジャンプを成功させてというところでしっかりと演技をまとめてきました。で、フリースケーティングですね、4回転ルッツニカ選手飛べるっていうこと僕全然知らなかったんですけれども、冒頭ねしっかり挑んできて、まあ、残念ながらね転倒にはなってしまったんですけれども、回転をしっかり4回転回っての転倒ということで、次戦以降4回転ルッツの成功に期待というところで楽しみにしております。まあ、その他もね、後半の4回転サルコーで若干乱れはあったんですけれども、全体通してそこまで大きく崩れるような演技ではなかったので、まあ、冒頭あれだけね大きい失敗をした後にもかかわらず、まあ、その後4回転2本しっかり決めましたし、まあ、全体通してかなり良かった演技だったんじゃないかと思われます。話がちょっと飛びましたけれども、ショートプログラムですね、ステップシーケンスが、まあ、特にこれまで以上にこう重心移動の激しいムーブメントっていうのがすごく多かった印象があったので、なんかすごい見応えありましたね。まあ、全体通して、まあ、ショートもフリーもかなり内容がしっかりある演技を見せてくれたと思いますので、次戦以降も期待したいです。で、続きまして5位のデニス・バシリエフ選手。バシリエフ選手もショートフリー合わせて、まあ、かなりいい演技2本とも揃えてきたのかなという印象でございます。ショートプログラムは上位陣の中では唯一4回転を組み込まない構成で臨んではきたんですけれども、まあ、最後のトリプルフリップだけ一瞬ヒヤッとはしたんですけれども、まあ、他は完璧ということで、まあ、動きもすごくキレありましたし、バシリエフ選手に関しては、まあ、他の選手と比べてもリンクカバーというか、リンクを端から端までうまく使えてる印象があって、すごい見応えがあるんですよね。まあ、多分リンクカバー率で言ったら今大会トップクラスだったのかなと見ていて思いました。まあ、フリースケーティング最初に4回転サルコーを飛んできていて、まあ、これがまあ回転全然足らずに降りてきてしまったという感じだったんですけれども、まあ、そこに引きずられることなく、その他しっかりトリプルアクセルもまあ2本決めて、コンビネーションもセカンドトリプルサードトリプルしっかり入ってというところで、まあ、かなりまとまったいい演技を見せてくれたんじゃないかと思います。続きまして6位の島田高志郎選手ですね。ショートプログラムの冒頭で4回転トーループ完璧に成功させて、まあ、気分よく始まったところで、まあ、このまま生きればっていうところでのトリプルアクセルの転倒がすごい残念でしたね。まあ、その他のコンビネーションも、まあ、セカンドトーループ映像で見る限り斜めになってしまったように印象を受けたんですけれども、まあ、そこは問題なく着氷っていうところで、まあ、大きなミスはあったんですけれども、演技自体は、まあ、すごく動きもキレあったし、体大きく使えてたしっていうところで、演技自体は
全然いい印象で終えられたのかなとは思います。なんか北米のスケーター感がすごく強いというか、まあ、すごく手足も長い長身のスケーターなんで、なんかこう他とは被らないというか、日本選手の中では、まあ、唯一無二のスケーターみたいなところがあるので、まあ、それだけに本当にジャンプさえハマればみたいなところがあるのが、まあ、なんか惜しいところではありますね。でフリースケーティングについては、最初のサルコーが、まあ、去年の全日本のような形で、まあ、抜けてしまって、まあ、その後も4回転トーループ転倒、トリプルフリップも転倒っていうところで、結構ミス引きずっちゃったなみたいなところが多かったのはあるんですけれども、まあ、ただね、後半コンビネーションをうまくリカバリーで持ってきたのは良かったですし、まあ、まあジャンプさえハマれば後世に残るレベル のすごくインパクトとなる作品になり得る、それだけのポテンシャルがあるだけに、もう何としてもね、ジャンプパーフェクトの演技っていうのを今期期待したいなというところではございます。続きまして8位の吉岡選手ですね。ショートプログラム最初のコンビネーションですね、まあ、ファーストのジャンプで勢いがなくなってしまって落ちたんですけれども、まあ、しっかりセカンドまでつなげ切ったっていうところは偉かったと思います。でトリプルアクセルも、まあ、流れは止まったものの、ジャンプ自体ものすごい高さありまして、そこもすごく良かったなと、まあ、その他、まあ、スピンステップものすごく丁寧にこなしているなというところで、印象としては良かったんですけれども、まあ、途中のね、足換えキャメルの、まあ、キャッチフットのところで、まあ、もたついてしまったりとか、あとはステップの途中で、まあ、若干つまずいたところ、まあ、ここさえなかったらもうちょっと GOE 伸びてきたのかなというところはあるので、まあ、ここは伸びしろなのかなというふうに見ております。でフリースケーティングは、まあ、残念ながら全体的にジャンプが荒れてしまいましたね、まあ、ショートに比べると、まあ、完成度的にはまだまだかなといったところにはなります。まあ、滑りは吉岡選手すごく足元ものすごく伸びるんですけれども、なんか上半身の動きがなかなかそこについてきていないというか、まあ、まだまだもっと良くなるんじゃないかなというところですので、まあ、次戦以降もより良い演技を期待したいなというところでございます。ということで、今回はグランプリシリーズスケートアメリカ男子シングルについていろいろとお話ししていきました。よろしければ皆さんの今大会の感想ですとか、動画で取り上げた以外の選手についての感想など、まあ、どしどしコメント欄で送っていただければなというふうに思います。今後もこんな感じでフィギュアスケートの、まあ、特に男子シングルを中心に動画を投稿していこうと思いますんで、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、グランプリシリーズ終わる頃にはですね、チャンネル登録者7000人超えていたいなと思うところでもあったりするので、まあ、ひとまずグランプリシリーズはコンスタントに動画出していければなというふうに頑張ってまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。